気をつけろ。大変だ。腹の虫が騒いだ。死者への手向けは持ってきたか。この石碑は誰を祀ったものだ。息の言うあるものさ。幾とせも前、対馬の鬼の化身長尾忠頼に殺された者らだ。鬼だと？違う。忠頼公は阿左浦をお守りなされた海賊から。寝言は寝てから言いやがれ。よくも島の勇士を恥ずかしめたな。悪心はなかった。ここに眠る死者を恥ずかしめることだけはするなよ。ずっと黙って。何か答えろ。この衣か。忠頼公のものだ。いかようなわけでそんなものを着てる。忠頼公は民を救ったまで名高き弓取り対馬の勇士だ。そう信じてるからそんな薄汚い衣を悠然と着てるんだろう。長尾の魂と弓の腕が己に宿っていると言いたいのか。いや、物を言うのはこの弓だ。ではその弓で示してみろ。よし、受けて立とう。こうしよう。長尾忠頼、鬼は誰よりも早く矢を射るという噂だ。石碑の周りに灯籠が見えるか、一つ残らず射抜いてみせろ。早く戦いせ。ああ、ゆうべ飲みすぎた。
長尾の亡霊が己に宿ってるのか。頼む、俺を射るな。この矢は猛虎を射るため残しておく。だが忠頼公を再び侮るのならば、その時は。ああ、二度としない。これをやる。だから殺さないでくれ。何事だ。傷の治療になるんで蜂の蜜をクス氏に売ってるんです。だけど猛虎に漏れたのか大勢が向かっております。では直ちに逃げよう。いけません。元の巣が崩れたのでここの巣しか残っとらんのです。和歌を読んでやるほど大切にしてるので捨ておくわけには。では隠れておれ。猛虎は俺が遮る。隙あらば蜂を味方に。いざ勝負。さあ敵ダム効果。ならぬ、隠れておれ。どうしよう、取り剣。Thank you.
安全だ。蜂に代わってお礼申します。あなた様を思って一種作ってみたんです。八よ八、このお方こそ守り神だから、ちくりと刺してはならぬ。お主の和歌は味わいがある。話の相手が八だけでしてね。景色見た覚えがある。この家は父上が申した海賊の隠れ家。ようやく思い出した。直ちにここから立ち去る。そなたのことを覚えておる。そなたが来て以来、この地は死んだままだぞ。果たしていかほどの菊草をその手で申し尽くしたのであろうな。答えてみよ。俺も知りたいほどだ。二度と息を傷つけはせぬ。ならばされ。さすれば菊草も不安なくよみがえろう。猛虎は人の命も草の葉も容赦なく刈り取る。この地を奴らに踏み荒らしはさせん。俺が守ってみせよう。そなたがあらずばよみがえるのだ。なれど言うとも聞くまじか。来い。
ミーよ、奴らは森を潰し息を奪うための材木としておる。散らせ。その後そなたも失せよ。霧で中は見えんが声がする。二度と森を潰さんよう懲らしめねば。どこだ。瞬く間に隠れた。足跡がない。姿を見せぬか。では聞け。こたびはこの地を守った。借りは返せただろうか。俺に当ててやる。
あの声が離れない。大事ないか。行善をご存知でしょうか。メシの語り部です。知っておる。あやつはこの世のものではないという噂もあるな。語りが恐ろしく、あの声も人のものではありません。そして槍川の火の少量という伝承、途中で逃げ出してしまいましたが、どう終わるのでしょう。その語りは知らぬ。だが皆の望みとなるような伝承だろうな。行善に会った折に聞いてみるとしよう。よろしいのですか。困っている者は大勢いるのに。対馬を守ったクロードの話、お聞きください。どの伝承に惹かれますかな。さすがの目利きですな。よし、では俺が語ろう。行善ではないゆえ弁は劣るが。え、ありがとうございます。かつて伊予という名の般若が亡者による税を生み出した。伊予と対馬のつながりは断たれ、クロードは伊予の国へと攻め入る。かくして伊予は退治されたのであった。聞き入りました。伊予の怒りと悲しみ、なお立ち向かうクロードの勇姿、目に浮かぶよう。お礼にこれをお納めください。ありがたい。
像が認めたなら文句はないさ。俺がやればいいんだろう。こき使いやがって。